ここまで2戦して1勝1敗勝ち点は2であります。超異次元タッグ、これがサブーであります。ずるっとリングの中に入ってまいりました。オブライトと大森であります。国を突き上げるカバーに来ました。タブーと組んで 3D タック異次元コンビを結成しました。このゲイリー・オブライト、オブライトの1996年、今年のタック戦線は新春ジャイアントシリーズでありました松本大会でハンセンと組んで当時のチャンピオン川田田植え組を破って第27代の世界タッグのチャンピオンになりました。シングルでは3月武道館大会で三沢の持つ当時チャンピオンになりました。三沢の持つ三冠ベルトにも初挑戦しています。あっとフルネさん来るか。久保さん、はい、今年のこのオブライト全日参戦 2年目となったわけなんですが、どんなこの1年だったんでしょうかね。やっぱり自分のですね、今までのその関節技とかそのあのスプレッツスケート以外にも、かなりやっぱりその相手の技にあの反応が早くなってきてますよね。そうですか。自分の得意技ももちろんよりあの威力を増してるんですが、はい、それ以上にあの今までやっぱり自分が受けたことのない技をやっぱり体で感じ取ってそれに対する反応が早くなってますんで、はい、そのやっぱりより以上の威力を増してますよね。今までラフがちょっと弱いかなという面があったんですが、今年はなかなかどうして後半あたりから、はい、そのラフにも対応できるようになりました。そうですね、はい、締めています。ゲリー・オブライト、エルボーをこすりつけてまいりました。そしてタブーが青のコーナーにいない。タブーが青のコーナーにいない。椅子を持ってきた、椅子を持ってきた。何をする。ハンセンが青のコーナーで捕まっている。ハンセンキックパンチ。さあそしてタブーが走った。大森に一撃加えて踏み台にして逃げるキック、逃げるキック。新刊がゆっくりとこの全日本プロレスのマットに沈んだ。桃田さん、はい、本当に目を離せません。そうですね、常に次何を要するに自分の得意技を出すかっていうのを常に考えて、はい、まあ、あの彼の場合にはやっぱり背もありませんので、はい、より以上に高く飛ぶためにかなり椅子をなんかうまく使い切ってますよね。そうですね、しかしこのパワー195センチ、140キロ、ボディスラム、リバウンド使っているわ。サンハンセン最強タッグ、15年連続の登場であります。サンハンセン大森に渡しました。そしてサブーもオブライトに渡します。大森とそしてオブライト、オブライト、うん、ドラムレックス投げ捨てた。意識もの大森、ハンセンがカットに入ります。オブライトをリングの外に追いやっておいて、さあ場外戦を望んでいったのはハンセン。鉄柵だ、オブライトが飛んでくる。ああ、そしてエルボー、ハンセンがかなり早い段階でそしてしつこくカットしました。場外戦を挑んでいきました。懸命に大森と声を出して手を伸ばします。サンハンセン、さあハンセンとそしてオブライト、比較的苦手だった動きにも機敏さが出てきた。桃田さんのお話であります。顔面にパンチ、そして左であるいはパンチを繰り出していった。突き上げます、アッパーカットのようなパンチ、首投げからエルボーです。2で返しました。現在上になっていますサンハンセン、世界最強タッグの前身であります世界オープンタッグ選手権から数えて今年でこの20回目になります。今大会ハンセンは83年、85年、88年、89年4回の優勝経験があります。
さらに世界タッグのベルトに目を移しますと、1988年4月のボディとのコンビ以来、実に8回世界タッグのベルトを腰に巻いております。さあここで合体しましたブレンバッサー、そしてオブライトにも一撃、スタンハンセン。さあ大森、このオブライトにどう挑んでいくのか、場外戦になります。ん、大森も椅子を使います。うーん、重い音だ、オブライトが吹っ飛んだ。さあそして現在場外で攻めています大森なんですが、タブーの動きにも要注意です。オブライトのもとに、あ、反省つけを出しました。本部席をコーナーに立てかけてラフに出ようというのか、タブーもカットに入る、タブーもカットに入る。ああ、オブライト取り付けます。オブライトが吹っ飛んでいく。んー、これはセコンドも巻き込んでしまいました。ホンダを巻き込んで倒れていきます。あー、そして大森もモンスター、どちらかというと何かおとなしい感じのあった大森なんですが、ちょっと今日はファイトが違いますか。そうですね、かなりエキサイトしてますね、まあ、こういうことが出るのもいいと思いますよね、彼にとっては。そうですね、やっぱり闘志をむき出しにするってことも大事ですからね、第9代のこの最強タッグのハンセンのパートナーに指名されたこの大森なんですが、2年半ぶりのハンセンとのタッグということになります。大森は前回のタッグは相手ではなくてこのハンセンパートナーについていくので必死だったと、そう振り返ります。ハンセンが出てまいりました。エルボー、自らロープに飛んでオブライトが振り返します。入ってくるところショルダーする、飛びましたハンセン。場外でのあの机を使った本部席を使った攻撃が効いてるんでありましょうか。かなりなんかダメージあるみたいですね。逆に組み立ててフロントサイドを抜いていった。あれがあるからオブライトは怖いですよね。どっかでもこの抜いていくんですね。さあタブーに渡すのか、あるいは二の矢三の矢を自分から追いかけていくのか。ハンセンから大森にタッチです。さあそしてタブーが入ってまいりました。おお、トリッキーな動き、タブー、このまま、おーっと上になった、カウント2。逆に大森が振り返した。ハンセンがアシスト、ニールキック、サーブ飛んだ、エルボースマッシュ引き上げる、スイングを加えてエルボースマッシュ、サーブテイクダウン、ボディースラム。さあそしてトップコーナーを狙うがオブライトが忍び寄ってくる。ハンセンがなおかつそのオブライトの足を取った。大森トップコーナー、トップコーナーからエルボー、ダイビングエルボー、カバーに行った、カウントが入る、カウント 2.9、 スリーは入りません。オブライト、タブー合体、二次元タッグ合体。さあそしてタブーが伺っている、狙っている、おお、これは足が滑ってしまいました。もう一度いく、これがタブーのもう一つの目、必要にこのまま体をつけた、カウント3、カウント3であります。オブライトを踏み台にして、そしてトップロープのリバウンドを使ってそのまま空中から体を落としました。